すぎーと解任後のイングランド、初戦アイルランド戦の結果がこちら。ネーションズリーグ初戦、イングランド VS アイルランド。サウスゲートが8年間務めたイングランド代表よりも暫定監督リー・カーズリーが指揮する45分間のイングランド代表の方が圧倒的に出来がいいの反則すぎるだろ。サウスゲートがやっぱクソだったんじゃねえか。イングランド今日はおもろいサッカーするなぁと思ってしまったよ、サウスゲートさん。カーズリーは U21 代表でも良いチームを作ったし、よほど良い人材が手に入らなければ正式就任しそうね。数年間を無駄にしたトレントの代表キャリアも好転すると良いな。サウスゲートの9年間より暫定監督のカーズリーの1試合目の方が仕上がってるのほんまに草。カーズリーはちゃんと組み立てて崩すタイプ、サウスゲートのような細かせじゃなさそうね。なお両軍スタメンがこちら。スタメンの時点でサウスゲート超えてる。普通にやればいいメンバーなんだから面白いんよ。イングランドが普通のスタメンなだけでこんなに面白いとはな。サウスゲートってマジでゴミだったな。シティでベンチ温めてるグリーリッシュさんがイングランド代表コスタメンでちゃんと得点する。シティはもっとグリーリッシュさんを使ってほしいね。ゴードンも素晴らしかった。サウスゲート時代とは何だったのか。